はい、詐欺好きの元新潟人の飲酒動画です。今回は割り剤、変わったものが売ってましたんで購入しました。サントリーのこちらレモンサワーの素、こだわり酒場のレモンサワーの素25度、果実丸ごと仕込みサントリーです。容量が 500ml。 これいくらやったっけな、いくら、600円くらいちゃうか。うわー、これ最悪。酸味料と香料と甘味料。かっこアセスルファム系とスクラロースが入ってる。最悪。マジで。うわ、やらかした。まさかの。まさかこんな元に入ってると思わなかった。くそー！こちら、1、2、サワーと書いてある。レモンザワー。富美男。これ梅沢富美男さんです。これ多分 CM やってんだろうな。俺テレビ一切見てないから知らへん。そして、こちら、じゃーん。ローソンストア100で買った 1.3 キロ。108円という超激安価格。ローソンストア100に行ったらこれを買え。レモンを山盛りにしてと。そう。あ？え、あ、やべ。炭酸水忘れてた。やばい、炭酸水を冷やすのを忘れていた。まさかの、炭酸水の消費量半端ねえんだけど。最近炭酸水の消費量が半端ない。半端ない。もうなくなったの？マジで？本当になくなってる。炭酸水のさ、ワンケース買ったのにさ、もう半分ぐらいなくなってるんだけど。それでは、こだわり酸化錠、氷は山盛り、ソーダは冷やして、好みの濃さで割る、おすすめは1対3。ソーダは冷やしてとか言ってるけど。いや。知らん知らん。どうでもいいねん、こんなもん。氷があるからなんとかなるやん。知りませーんと。うわー、これあれじゃないのか。ストロングゼロの、味するんじゃないか、これ。やばいな。甘味料が含まれてると、まさかの出来事。大丈夫かな？まさか割り剤にも、酒に酸味料、甘味料使われてると思わなかった。あ、いや、完璧。あー。あ、まだそんなにひどくない。これそんなにひどくない。どちらかというと、レモンの酸味がある。うん。あ、そんなに甘くない。飲める飲める。これはあれや。甘味料優しめや、これ。ほぼ入ってねえな。ほぼほぼ甘味料入ってねえな、これ。あ、割と美味しく飲める。うん。割かし美味しく飲めると。まあ、若干確かに入ってるっちゃ入ってんだろうけど。まあ、こんぐらいなら許容範囲やな。割と割るんで、薄くなるんでちょうどいいかもか。
しっかりレモン味、甘くなく食事に合う。あ、ほんのり甘いな。ほんのり甘いわ。まあ、ほんのりぐらい。確かにしっかりレモン味する。うん。果実丸ごと仕込み。厳選したレモンを丸ごと漬け込み、果実の美味しさを余すことなく封じ込めた、新石種で仕上げました。いや、これ思ったほどまずくないぞ。普通にうまいぞ、これ。ああ。普通にうまいうまい。まあ、普通に、甘味料使ってなくて、糖類を使ってりゃ、最高だったんだけどな。これ甘くなくって書いてあるけど、せやな。中杯の半分ぐらいの甘さはあるな。中杯の三分か、半分か三分の一ぐらいの甘さはある。結構美味しい。こちら2018年の、1月の10日に発売したらしいです。あ、2月27日だった。2月27日。値段が650円。まあ、希望商売価格が650円やから、まあ。実際もっと安いや。うん。ちなみにアマゾンでも売ってます。648円。うん、手軽にあれやな。ちょっと甘いんで。ちょっと甘い系の、サワーができる。ジンジャーエール、あれなのか。ウィルキンソンのジンジャーエール変わったのかな。あれ、ウィルキンソンのジンジャーエール、あれ変わったのか、見た目。ああ、変わったのか。
あの、ウィルキンソンのジンジャーエールって2種類あるんですよね。あれの真ん中のやつはほぼほぼどこにも売られなくなった。ドライってやつ。ウィルキンソンドライジンジャーエールってやつ。ウィルキンソンのジンジャーエール。久しぶりに飲みたくなってきた。ああ、ドライジンジャーエールだけあれだね、瓶なんや。やっぱあんま売れてへんねやろかな。ウィルキンソンのトニックとジンジャーエールはあれなんやね。ペットボトルが、まあ最近、トニックウォーターは、待望のペットボトル化したけど。久々にジンジャーエールも飲みたかったよね。久々にケース買いするかな、これも。ちなみに、ウィルキンソンのジンジャーエールが 500cc で、2150円。うん、まあ、いいか。まあまあまあ。ああ、まあ、あれやね。ジンジャーエール美味しいよね。なんだこれ。業務用のアマゾンですっきりトマトサワーなんていうのが売られてる。1.8 リッター濃縮あサワーコンクすっきりトマトサワーだって。アルコール度数24度ひえアルコール度数24度のトマトサワーなんて売ってる。すごい業務用だ。本製品を1に対してソーダを3で割る。とトマトサワーがつける。トマトサワーうまいんだよな。トマトサワーでも、トマトサワーか。1.8 リットルで2400円。あ、しょっぱい梅サワーなんてのが売ってる。へぇー、これ最近発売したんや、これ。1.8 リッター。しょっぱい梅サワー、アルコール数30度。へぇー。これしょっぱい梅サワーとか、2400円か。若干高いな。若干高い。でも、まあ、トマトサワーはなぁ、トマトジュースで割りゃいっちゃいいんだよな。トマト由来のリコピン入り、トマト丸ごとかぶりついたようなほのかな甘みとうまみを感じられる、すっきりとしたトマトサワー。トマトサワーってあんまりないっていうか、あんまりどころか、おお、俺聞いたことないんやけど。まあ、しょっぱい梅サワーも若干気にはなるね。
しょっぱい梅サワーとかはちょっと気にはなるね。はぁ。ペットボトルのやついろいろ出てるっぽいな。なるほどね。甘みは、弱めな、ちょっと弱めな、あれ。香り、まあ、すごい。いや、これ美味しい。うん、これは普通に美味しいですね。これは普通に美味しいですね。4、じゃあ、2234です。ご視聴ありがとうございました。